もってぎ郎は、東京都小金井市出身のプロ野球選手。右と左打、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小金井第四小学校の一年時に、武蔵府中リトルで、公式野球を始めた。小金井市立南中学校在学中には、武蔵府中市にア位所属。一学年先輩に、南高木、同期に、横尾春立てと、菅野武史、二学年後輩に、 石川遼がいた。東院学園高校への進学後は、一年次の秋から4番、三類種としてレギュラーに定着すると、秋季関東大会で本類打を放った。夏の全国高等学校野球選手権、神奈川大会では、二年次に通算打率、563を記録しながら、 準々決勝で、乙坂里志、近藤健介などを要する横浜高校に敗退。3年時には、4回戦で、茅ヶ崎西浜高校の小村徹、5回戦で、川崎高科高校の青柳明洋から本塁打を放つと、井口和とも、塩見康高要する武装高校との準々決勝を、延長12回の末に制した。霧光学園高校との準決勝では、 一年生ながら先発した松井祐希を降板させながら4から5で赤杯。在学中の甲子園球場の全国大会への出場はなかった。公式野球部の同期に若林明弘、1学年後輩に山野部章2学年後輩に斉藤大将がいる。早稲田大学への進学後は一年時の春から肖像類種として 東京6大学野球のリーグ戦へ出場する。打率267、10打点という成績でベストナインに選ばれるとともにチームの春季優勝に貢献した。この優勝によって進出した第61回全日本大学野球選手権大会でも打率357という好成績でチームを優勝に導いている。 2年次の秋に不正無薬を発症して手術を受けたが実践へ本格的に復帰した3年時の春季リーグ戦で打率302を記録。秋季リーグ戦では打率514で首位打者のタイトルを手にした。4年次の春季リーグ戦では打率390と好調で本類打王と打点王のタイトルを獲得したほか三類主としてベストナインに 再び選出。チーム6期ぶりのリーグ優勝に導いた。第64回、全日本大学野球選手権大会でも、打率、615、日本類打、8打点という好成績で、首位打者と MVP のタイトルを獲得。さらに、大会史上最多の10得点を記録するなど、チーム3年ぶりの優勝に貢献した。周期リーグ戦では打率。 200と振るわなかったものの、チームの2期連続リーグ優勝を経て臨んだ第46回、明治神宮野球大会では打棒が復活。愛知大学との初戦で、中川聖也から2安打3打点を記録すると、続く、上部大学戦でも、先生の敵地打を放つなど、チームの準優勝に貢献した。在学中には、リーグ戦、通算79試合の出場で、打率30、307、 10本塁が58打点、12盗塁を記録。野球部の3学年先輩に、杉山正大、2学年先輩に、横山高明、1学年先輩に、高梨雄平、有原光平、中村翔吾、同期に、重信慎之介がいた。その一方で、大学3年時の7月に開催された第27回、ハーレームベースボールウィークに、日本代表で出場。 4年次の6月に開催の2015年ユニバーシアードでも日本代表に選ばれると主に5番打者として打率462を記録するなど代表チームを優勝に導いた2015年の NPB ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3巡目で指名契約金6000万円年俸1200万円という条件で入団した背番号は5 2016年には福岡ソフトバンクホークスとの一軍開幕戦で6番遊撃手としてスタメンに起用された。楽天の新人野手による一軍開幕戦でのスタメン出場は球団史上初の事例だった。3月26日のソフトバンク戦でリック・バンデンハークからの中越三塁打によってプロ初安打を記録すると本来のポジションではなく チームの課題でもあった遊撃手としてスタメン出場を続けた。4月20日の対オリックスバファローズ戦で NPB 史上15人目の公式戦1試合を三振を起死したものの5月11日の対埼玉西武ライオンズ戦でプロ初本塁打を記録。5月下旬以降の試合では3番打者を任されていた。6月26日の対ソフトバンク戦5回表の 遊撃守備中に、保守の足立雄一からの送球を受けると、補給体制を崩し、投塁で二塁へ走り込んだ一塁走者、本田雄一と二塁上で交錯。タッチの際に、自身の右手と本田のスパイクの歯が接触した。この影響で出血を伴う列車を負い、6月27日に、プロ入り後初めて出場選手登録を抹消された。8月4日に一軍に復帰すると、 9月12日の対オリックス戦では2本塁打を記録。楽天の新人選手による1軍公式戦での1試合、2本塁打は初めての事例であった。8月25日の対ソフトバンク戦では、小学生時代以来というランニング本塁打で2号本塁打を記録した。楽天の選手による1軍公式戦でのランニング本塁打は球団史上4人目で、 NPB 球団の新人選手としては、1998年の坪井智也以来18年ぶりだった。さらに、9月19日の対埼玉西武ライオンズ、戦でもランニング本塁打で7号本塁打を記録した。NPB の一軍公式戦で1人の選手が1、シーズン中に複数のランニング本塁打を記録した事例は、1992年に河井正宏が2本放って、 以来24年ぶりで2リーグ分立以降の新人選手では史上初となった。シーズン終盤には同リーグ18年ぶりの野手による新人王獲得を視野にモテギの打席数を増やしたいという監督のなしだ。正隆の計らいで一番打者にも起用された。結局、新人王には NPB3 年目の高梨博人氏が選ばれたものの記者投票で、 高梨に次ぐ116票を集めた。一軍公式戦全体では、117試合の出場で、チーム2位の打率、278を記録。パシフィックリーグの新人野手ではただ一人、レギュラーシーズンの規定打席に到達した。通算の三塁打数は7本で、西野正弘と並んで、リーグトップであった。また、 前述したランニング本塁打2本を含めて7本塁打を記録。2017年には出塁率の高さを背景に1軍公式戦の開幕から1番遊撃手に固定されると前年を上回るペースでアンダや本塁打を量産した。5月14日の対ソフトバンク戦5回表の打席では前年の通算本塁打を上回るシーズン8号本塁打を 野球生活では初めてという満塁本塁打で記録した。さらに、セパ交流戦前最後のパリーグ公式戦であった5月28日の対西武戦2回裏の打席で、誠からシーズン15本塁打を放った。楽天で、生え抜きの日本人野手が一軍公式戦でシーズン2桁本塁打を記録した事例は、球団史上初めてである。 このような前半戦の活躍を背景に、オールスターゲームには、パリーグ遊撃手部門の選手間、投票1位で、初めて選出。しかし、6月17日の阪神タイガース戦で、右肘を痛めてから戦線を離脱したため、オールスターゲームの出場を辞退した。この事態に関する NPB の規定で後半戦10試合の出場停止処分を課せられたが、 後半戦のチーム11試合目に当たる7月30日の対オリックス戦から1軍に復帰。右肘痛の影響で守備や早球に不安が残っていたことや、戦線離脱中に球団が巨人からルイスクルーズを金銭トレードで獲得したことから、復帰当初は1番指名打者として起用された。8月9日の対日本ハム戦では、1回裏の第1打席に、 有原公平が投じた初級で、シーズン15号本塁打を放ち、初回戦闘打者初級本塁打3本という、パリーグ公式戦のシーズン大記録を達成。クルーズが出場選手登録を抹消された8月11日の、対オリックス戦から、遊撃手としての出場を再開した。9月以降は試合への欠場や、指名打者としての出場が増えたが、 チームのレギュラーシーズン最終戦であった10月10日の対ロッテ戦では1番指名打者として第3打席までに3塁打2塁打単打を記録7回裏の最終打席で本塁打性の打球を放ったものの左中間へのエンタイトル二塁打になったため球団史上初のサイクル安打達成を逃したレギュラーシーズン全体では打率3割に届かなかったもののチームトップで リーグ3位の2964にまで達した。チームのレギュラーシーズン3位で迎えた西武とのクライマックスシリーズファーストステージでは1番遊撃手としてスタメンに起用された10月15日の第2戦1回表の第1打席で戸亀県から CS 史上3人目の1回表初級戦闘打者本塁打を記録。10月18日には1番 遊撃手としてスタメンで出場したソフトバンクとのファイナルステージ第一戦でも1回表の第一打席に東浜巨から先頭打者本塁打を放った。2007年からパリーグに導入された CS 制度においてファーストステージでもファイナルステージでも初回先頭打者本塁打を記録した選手は刺激が初めてでいずれの本塁打もチームを勝利に導いている。 しかしチームは日本シリーズ進出を逃し、シリーズ期間中の11月2日に右肘のクリーニング手術を受けた。2018年前年に続いてレギュラーシーズンの開幕を1番遊撃手として迎えたが、打撃不振と田中和元の対等を背景に5月から田中が1番に固定された。以降は主に2番を任されたものの打率が 250前後で低迷したまま、8月の試合中に、左ふくらはぎへ、至急の影響で、出場選手登録を抹消。さらに、抹消後の2軍調整中に左肩を痛めたため、1軍へ復帰できずにシーズンを終えた。1軍公式戦では3年連続の100試合出場を、果たしたが、規定打席に到達できず、打率や打点などで前年を大きく下回った。 2019年、前年に痛めた左肩の回復が、当初の想定より遅れた影響で、春季キャンプ鬼軍でスタート。それでも、レギュラーシーズンの開幕を1軍で迎えると、開幕戦からスタメンで1番を任されていた田中が、故障で戦線を離脱した5月中旬以降は、シーズンを通して1番に定着。自己最多の141試合に出場し、打率、282、 13本類五打55打点を記録するなど、前年の不振を脱した。2020年、2軍監督から1軍監督へ移動した、三木はじめから、野球人生で初めて、という首相に任命された。レギュラーシーズンの開幕を、一番、遊撃手として迎えたが、新人の勝負方広と遊撃手として起用することを前提に、シーズンの途中から主に、3番、 三塁手としてプレー。打撃も好調で、8月19日の対日本ハム戦、開始前の時点では、打率がリーグ5位の335にまで達していた。9月11日に、宇宙の楽天生命パークでも用された同カードでは、1点ビハインドで、迎えた延長10回裏 1C2 類の打席で、楽天の選手としては1軍公式戦で、初めての逆転さよなら本塁打を、 玉井博人から放っている。この一打で9月度のスカパー、ドラマティック、サヨナラ賞に選出された。9月下旬に腰痛を発症した影響で、同月30日に出場選手登録を抹消。そのままシーズンを終了したため、入団後初めて打率が3割を上回った一方で、出場試合や本塁打などは前年から半減した。 12月9日に臨んだ契約交渉では、推定年俸7400万円という条件で契約を公開し、翌年からゼネラルマネジャーと一軍監督を兼務する石井和久の要請を受けて2021年シーズンも首相を続けることが決まった。ありがとうございます。